はい、それでは今回は、前回に引き続きまして、宛名書きについて、学んでまいります。連名の場合とそれから住所が、2行にまたがりそうな場合ですね、その場合についてのポイントを取り上げてみたいと思っております。まず連名の場合ですが、連名の場合のポイントは、中心をですね、まあ、2名連、まあ連列記するわけですので、こちらの自分の住所名前がですね、スペースが狭くなってしまいますので、少し、右側にずらして書くということがポイントになります。お名前、お一人の場合には、この郵便番号の左から2桁目ですね、この真下でしたけれども、少し右にずらして2桁目と3桁目の間ぐらい、あるいはもう少しずらしてもいいかもしれません。その辺を目安にして書き始めると。でやはり、ここは空間は、この切手のへり、下のへりですね、あたりがお名前の頭になるような感じで書くとよろしいと思います。それから様ですけれども、様の字は、お二人ともこうつけるということです。こちらを書かないでですね、この様でこちらの方の様の文を代用してしまうというのは失礼にあたりますので、これもきちっと書くということですね。それから住所については、やはり右から2コマ目、の下あたりに書くとよろしいかと思います。でここを開けるということですね。これがポイントになります。中心を少し右にずらして、まあ、連名で書くということと、それから住所については同じように、右から2マス目のところを下に書くということですね。はい、それから今度は住所が2行にまたがりそうな場合ですね、まあ、書くときには何かこうリストを見ながら書くんだと思いますけれども、ちょっと住所が長そうだなという場合には、あらかじめ、名前をですね、少し左に寄せて書いておいて、住所2行分、収まるように、スペースを空けておくということが必要になってきます。ですから中心が、この右から2マス目ではなくて、1マス目2マス目の間あたりが中心になるといいのではないかと思います。それで、住所の書き始めは同じように、1名の場合、あるいはその連名の場合も同じですけれども、住所の書き始めについては、右からその2マス目の下にから書き始めればよろしいかと思います。それからもう一点ですね、2行目なんですけれども、2行目の、書き始めを、この1行目よりも少し下げた位置から書きなさいというふうに指示しているテキストが多いと思います。文部科学省の書写検定試験のテキストも確かそうなっていたと思いますが、私は、少しこう下の方がバランスがいいのではないかと思います。まあ、書きやすいということもありますし、見やすいということもあると思うんですね。
ここにこう読んできてですね、2行目こう上に目がいくような感じよりもこうつながっていくような感じ、その方が、見やすいですし、まあ、全体のその見栄えもその方がよろしいのではないかと思います。そんなところを注意していただければよろしいかと思います。それでは実際に、書き方といいますか筆法の勉強にもなろうかと思いますので、実際に、書くところを見ていただこうと思います。これを書いてみます少し、住所が2行にまたがりそうな場合は、中心をこの2マス目ではなくてこの2マス1マス目2マス目の間あたりこの辺が中心になると。でこの切手の下のへりが、頭になるという感じですね。書いてみます。少し名前と名字と名前ですね、ちょっと間を空けるような感じがいいと思います。様は少し大きめに書きます。こんな感じです。住所は、2マス目の下から書き始めます。練馬区この字の中心ですね、これが曲がってしまう人が多いんですけれども、上の字の中心をこう見ながら書いていく、まあ、見ながらというのが難しければですね、書くときに上の字の中心を見て、その真下に書くように書いていくということが大事です。その書いているその筆先ペン先だけしかその意識がいかないということになると、どんどん曲がってしまうわけですね。ですから少しこう、上の字を見ながら書いていくということが大事です。高野台ですね、これは地名でありますね。2行目は、大体そのバランス的にですね、どの辺で収まるかということを考えて6の7の8と、6の7の8と、少しこの真ん中に書くのではなくてですね、ちょっと1行目住所の1行目に近づけて書きます。それでこれ全体が一つの塊になるように考えればよろしいかと思います。こちら開ける、下も少し開くようにして書くということですね。そんなところに注意して書いていただければよろしいかと思います。連名の場合、それから住所が2行にまたがる場合について学びました。今回は以上で終わります。